keeping it all easy because I literally just want to get this game over with. Like, I can't stress that enough. I want this to be done. I've been playing this game for like a month. クイオススカイ戦闘フェーズにシフトします。彼の言った通り合体型のモビルアームはこれを破壊できれば次のディレクトリを進める。そうだ、小隊長君、ここが勝負どころだ。エラー、人格データを変更します。でも撃破しちゃっていいの？私がアクセスプログラムを完成させる。アクセスさえできれば。 私にウイルスプログラムでも送り込むつもりかね。そんなことは無意味。エラー、本人格の再生を停止します。サクラ、モビルアーマーをハッキングをかけ続けて少しでも時間を稼がなきゃ。イエスター、小隊長さんはモビルアーマーの動きを止めて。そこだ。 損傷は軽い。データ負荷は想定内です。やっぱプロテクトが硬い。勝利を参加せよ。何か仕掛けるのならば。タスクを増やしてオーバーフローを狙う。原始的だけど結局はそこね。小隊長さん、攻撃しまくって。避けさせたり防御させたり攻撃させたり。でもいずれは破壊してしまう。そうなったらハーメスは。俺に 構うな。管理システムのプロテクトは完璧だ。<笑>エラー、本人格に当該事項に対するな時に。損傷率50%オーバー。キュイオススカイの稼働データを停止します。小隊長さんやる。イノネーさんの方はどう？もう少し。ハッキングの方は？やってるけど効果が薄いかな。もう少し処理負荷をかけないと。小隊長、攻撃の手を緩めないで。 無駄なことはやめたまえ。管理システムからも厳重なアクセス制限。エラー、破損した人格データのデリートを申請します。同時に不正アクセス排除のためハッキング対策。損傷率 75% オーバー。被害拡大。船馬ブルトのデータリンクを開始します。間に合わない。ヒノ姉さん、 私に考えがある。サルベージプログラム意識を頂戴。防壁破りだけあっても、しょうがないのよ。無理をするな。キュイオススカイの破壊に専念しろ。イエス、マスターハーメス。小隊長さんは攻撃を続けて。エラー、人格データ削除処理。機密保持のためデータプロテクトを最優先とします。 プロテクト強化、ハッキングあんたと一緒ならもっと強くなれる気がするんだ。